23歳高卒です。フラン大学へ行くか2年生の動画編集の専門学校へ迷っています。両方とも合格したのですが、どちらの道に進むべきでしょうか。それか別のことをするべきなのでしょうか。専門学校を選択肢に入れているのは、入社してみたい企業が事業提携しているのとインターンの受け入れをしているからです。まず専門学校に行くやつは基本的にボラれてる人だと僕は思っていますと。動画編集ってやろうと思えば今ほとんどお金かかんなくて、自分でその動画編集の設備って手に入るし、別に努力すれば動画編集のその、まあ、仕事、例えば YouTuber の人にターでもいいから動画編集やらせてくださいって言えば多分やらせてくれると思うんですよ。で割と上手くなってたら、じゃあお金くれるよっていうのになるので、そのテレビ局での動画編集したいですってなると、じゃあそのテレビ局レベルの設備が必要で、そこの操作慣れなきゃいけないんですけど、実際それをやりたいのでないのであれば、別に個人でも全然できると思うんですよね。でその専門学校に合格とかないから、金払えば誰でも入れるから。であとそのインターンがどうこうとかですけど、まあインターンって金もらわないで働くっていう単なる無償労働なんで、それぐらいだったら普通に YouTuber に動画作らせてくださいって言った方がすぐできると思いますよ。金払って2年後にそのなんか無償労働とか超意味なくないですか。だってそのスキルがない段階でそのなんか無償労働させてくださいだったらまだどうかなってなるけど、金払って2年間勉強してその後無償労働でしょ。なので微妙だと思いますけどね。でエフラン大学は内容は多分ひどい大学だと思うんですけど、ただ少なくとも大卒という資格は手に入るんですよ。で専門学校卒って残念ながら高卒として扱われるので、なのでエフランの大学に行きながら動画編集の作業をスタートしてみるといいんじゃないでしょうか。